セザールド・ノートルダムは、フランスの詩人、歴史家、画家。ノストラダムスの名で有名ない師、先生実師ミシェルド・ノートルダムの息子。フランス語やプロヴァンス語による詩を多く残した。なお、父と異なり、ノストラダムスの名はほとんど用いていない。1553年12月18日、プロヴァンス州、サロンド・クローで、ノストラダムスと、その再婚相手。 アンヌ・ポンサルドの間に長男として生まれた。幼年期、青年期のことはあまりよくわかっていない。ただし、後年の彼自身の記述によれば、サンバルテルミの虐殺の時には、パリに居合わせていたという。火災にもある程度恵まれ、青年期には、パリの画家、エチェンヌ・デモンストリエや、フランソワ・ケネルに支持していたことがあったようである。登場人物のポーズや、情景の色彩といった、 視覚的な美しさを丁寧に描き出すことを特徴の一つとする彼の死にはそうした画家としての蓄積が投影されているとする専門家もいる。なお、音楽の方面でも当時竜との名手として知られていたとの指摘がある。後、サロンの名手として姿勢に携わり、1598年には筆頭執政官になっている。1600年11月に王妃、 マリー・ド・メディシスがサロンに入試した際に出迎えたのはセザールであったという。その傍ら作詞を中心とする文芸活動を行っていた。セザールがいつ頃から作詞を行っていたかは定かではないが、1590年代半ばから複数の著作に詩や序文を寄せている。最初の短調は1598年のサロン詞の廃墟と悲惨であったと思われる。以降、 セザールの著作は、エクスアンプロバンスの出版業者、ジャントローザンやトゥールーズの出版業者コロミエ家によって、次々と刊行されていった。また、具体的な期間は不明であるが、オジジャンド・ノートルダムの研究を引き継ぐ形で、郷土史研究も行っていたものと推測され、その成果は1614年に1000ページを超える大著、プロバンスの歴史と年代記として結実した。 この文献は八部構成で、古代から16世紀末までのプロバンス詩を扱っており、フレデリック・ミストラルも歴史に題材を取った作品のいくつかで、この文献を出典として挙げている。交換には至らなかったものの、続編にあたる総庫の一部が、カルパントラ市立図書館に現存している。セザールの没年は1629年とされることが、 多かったが、現在では1630年1月23日付の遺言書が確認されている。なお、1604年にアダンド・クラボンヌの演者にあたるクレール・ド・グリニャンと結婚したものの、子供はいなかった。プロバンスの歴史と年代記また、著作ではないが、次のような文献も19世紀に出されている。これは、エクス高等法院の参事官。 ニコラ・クロード・ファブリド・ペーレスクとセザールの往復書簡をまとめたものである。フィリップ・タミゼード・ラロックによって1879年から1897年までに全21週出されたペーレスクの往復書簡の第2週にあたる。現在はガリカデジタル図書館で公開されている。ほか、1895年になってセザールの未発表の紙編とするものも紹介されている。 セザール自身による作品名はついていないようである、ノストラダムスの肖像画、ありがとうございます。